昨日気づいたんですけど、私7月下旬に VO2 MAX、 ガービン計測のね VO2 MAX が53から54に変わってました。54になったのはいつ以来なんだろう。お疲れ様です。ガービンランナーです。8月の3日です。ついに8月になりました。8月最初の土曜日になります。今ね朝ですね、朝のね7時40分とかです。もう日差し暑いっす。今日は気温が今のとこね28度ぐらいなんですけど、とにかく日差しが強いですね。日差しが強い方が辛いかな、気温よりも。そんな気がしています。まあ、今日なんですけど20分走今から走るんですよ。20分間なんですね。でそれ終わったらというか、今日はちょっと息子連れてですね、水野の、あの神宮外苑にですね7月末にできた野球用品専門ショップにちょっと連れていくことになっていてですね、まあ、それで家出るのが、まあ、9時半10時ぐらいなんで、まあ、その前にですねちょこっとサクッと走っておこうかなというところです。ということで、まあ、20分走です。もう最近定番お約束です。はい、頑張ります。あと90秒。最大心拍数177に落ちました。ちょっと前まで180まで持ち上がったんですけどね、また落ち始めましたね。まあよくわかんないこの辺は。ペース4分35、結構早いですね。20分走の中では結構早いんじゃないですかね。はい、ということでですね、まあ、今日のね朝ラン20分走は、まあ、いい感じですよ ね。7月の20分走やりますなんて言って動画にした時よりもこのくらいのペースがやっぱ楽になってるのは感じます。今日もですねそんなにカツカツではなくて、まだいけんかなっていう、もうちょっと上あるぞということを思いながらのランでしたので、まあ、体が慣れてきているという面もあると思いますし、まあ、20分走ってる時に限りなんですけど、この腸腰筋、こう足を引き上げる時、これを意識してですね走るようにしてるんですよ。そうするとより跳ねるようになるというか、なんかそんなイメージがあってですね、いいのかなと思ってます。ただそれを無意識にするのには多分腕の振りとかこの骨盤のねこういう動きなんですよね、きっとね。で私それができないので意識しなきゃいけなくて、意識するから疲れるんですけど、まあなんかそんな感じでちょっとそこをね気にするようにはしてるのと、あとね正直一番でかいなと思うのがこれですね、あのエアローフィットです。6月はね2日に一遍とか、鳴らすと3日に一遍、2日に一遍、まあまあそんなもんしかやってなかったんですけど、ちょっと7月末の週ぐらいからちょっとこれじゃいかんと思ってしっかりやり始めてるんですよね。7月末というか1週前ぐらいからかで、今1週間ぐらいきちっと続けてるんですけど、違います。やっぱ違う。今日も結構きつい心拍数まで上がってますけど耐えられるので、でジョグのペースなんかもね意外と楽になってるんですよね。やっぱなのでもしかしたら以前ねこうエアロフィートずっとちゃんと続けた時の効果がこう2日に1遍3日に1遍ぐらいちょっとなんかだらっとやらなくなってから少し効果が落ちたのかもしれないですね。でしっかりやりだしてまた戻ったみたいな、はい、そういうのがあるかもしれません。期待してください。で今ねスマホと Bluetooth でつなげて使うですねエアロフィットプロ 2.0 を今は使っています。息を吸ってプロ 2.0 の方がメニューが多いですね。そんな気がして使ってて楽しいのは2.0のプロ 2.0 の方かもしれません。アクティブと比べてね。はい、
まあ、シンプルでいいのはアクティブですね。結構やっぱ効果あるなっていうのを私自身はすごく実感しています。もちろんね、人によって個人差あるんだとは思うんですけども、私としてはね、おすすめできるかなと思います。はい、はい、まあ、そういうことでね、まあ、今日はこの20分走はこんな感じで、まあ、ちょっとどうかな、今日夜ね、子供の買い物を付き合ってからなんで夜できるか分かんないですけども、はい、まあ、引き続き8月も頑張っていきます。では一旦失礼します。あ、ニコにして、で、やべえ、晴れてる。映え。8月3日夜ランジョグの結果です。 12.21 ペースは 6.04 ですね。まあ、キロ6ってところです。なんか先週ぐらいから夕方から夜ランですね、ペースが戻りつつあって、日も短く少しなり始めているのもあるのか、7月、ね、下旬よりも1週間前とかくらいからだいぶ涼しくなってるような気がします。このままね、順調に少しずつでも涼しくなってくれるといいんですけども、まあ、台風1、2回来ると変わるのかな。